新宿のゲーセンで全台遊ぶと総額いくらやということで、レンさん、はい、やってまいりました。ここはね、東京の新宿歌舞伎町にあります、はい、ギーゴ新宿歌舞伎町店さんということで。なるほど。ここ、うん、昔ギネス記録にゲームセンターのそのこのクレーンゲームの台数が登録されたこともあるくらい、はい、すごっ、ギネスですよ。やばいですね。世界一ということで。なるほど、はい、こちらのちょっとねゲームセンターで、はい、今回はなんと何をするんですか。特別に貸し切りをしておりまして、うん、ああそうですね、確かにいないですもんね。もうそうなんですよ、うん、で今すっごい夜なんですけど、はい、朝までの間に全部やったら総額がいくらになるかってことで、はいはい、あ、なるほどなるほど。まあ多分僕か富豪くらいしか、石油王とかしかやんないと思うんで、この戦勝。いや、お前しかやらないんやんない、富豪はやらん。下ろしてまいりましたよ。下ろしてきた。あら、お金を下ろしてまいりました。こんな動画撮ったことない、今まで。いくら。これですね、10万円ありますね。冷静に10万つくやつおるちょっと震えたね、手が、うん、すごいよ。10万円がもしゲーセンで消えたらどうしようっていうもう震えた、こんな感じで俺は取り出したけどということで、朝までかかるよ。今夜中ですけど、朝までかかるよ、これ。まあ、覚悟してます。そうですね、僕も覚悟してます。ここに来た時から覚悟してます、うん、せっかく協力してもらってるんで、はい、ちょっとやりきりましょう。そうですね、はい、こっからやっていきましょう。やっていきましょう。そして時間はちょうど12時です。0時ちょうど、ちょうど0時、2分、2分やね。ちょうどないね。ちょうど2分。2分。あ、そうか。ということで、はい、こっから朝までかけて行きたいと思います。はい、で、ちょっと僕もこれね見つけたんだけど、うん、デッドバイデイライトがあるんだよ。案件やりましたもんね。そう。最近。これから行こうか。はい。じゃあこれクッションしようかな。あ、そっち行く？先に。うん、だから2人同時にやった方がいいんじゃない？あ、確かにね。ちょっとでも節約していきます、うん、時間を。よし。で、あのどんだけ撮れたかもちょっと動画にしたいんで。うん、確かに。本気で撮ることは目指していこう。行くぞ。とりあえずこれはここなんや。いや、それはね、ちょっとね、これ真ん中すぎてもダメだし、奥すぎてもダメだから。頼むぞ、一発目大切よ。なるほどね、はいはいはい、ね、じゃあ行きます。盛り上がってまいりましたさあ、まだ始まった、始まったばっか。お願いします。分かったな。これどうすればいいんだ。これはなんだ。分かった、これレースのクッションか。手前を持ち上げて、こう、うん、こうするみたいな感じ。なるほど。いや、奥持ち上げるか。はいはいはい。どうせ取れたらこれ。あ、いや、でも取れなさ。いや、取ってほしいよ、これは。いけ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 。全然ダメじゃないですか、もう。いけいけいけ。惜しかったよ。ちょっと惜しかったよ。惜しかったな。奥さん、奥さん、ちなみに2回目以降は検証じゃなくなっちゃった。待てよ、ほら。ああ、いいよ、自腹ならいいか。いけそうだよね。いいよ、 あるよ、いいよ。ああ、惜しいな。次行こう。いや、早切り替え。え、欲しかったんちゃうの。めちゃめちゃ欲しかったんちゃうの。さあ、検証やるぞ。時間はないぞ。時間やってくぞ。一番時間使ったのお前やね。これは取れたら熱いぞ。でも大体もうさ、うん、その場所って決まってんじゃん、こういうのって。そうやね。ああ、ダメだな。でも俺行くわ。うわっ、ソーラーパネル。ソーラーパネル、やっぱ欲しいやろ。すごくね、これ。どうしよう、これ。まあ一番こんな画期的な商品あんのね、ゲームセンターで。いいとこ行ったんちゃう。めちゃめちゃ欲しい。いいよいいよいいよ。あ、うおえ、惜しい惜しい。あ、こっちは？こっちも行く？カップリコは行きたいよな。うん。こういうの簡単じゃないの？ね。奥にさ、やってさ。いや、こういうのほど難しいよ。行かないんだ。うん、全然わかんないじゃん、取り方が、これ。ああ。いや、手前に押すやつや、これ。ああ、あるかも。意外とこいつの方が課金しちゃう。意外と。あ、誰それ。これで真ん中でこうして。さすがギャンブル中毒者。こうや。来たんじゃ。押す。あーそうなんだ。なるほどな。行ったと思ったわ。よし、行こう。で、もうなんか卵行くわ。あ、トムとジェリーだ、それ。
なんかすげえこっちのアームなんかついてるって。あ、これはちょっと取りやすいんだな。でもどうやってこれで、うん、これいい、いい、いい、いいんじゃない。え、よくない。さあさあ、このレーンの最後、はい、これ分かんないね、正解。これ難しい。分かった、前、うん、ここ、あえての前、あえての前から上げるよ。いくよ、いくよ、完璧よ。位置はあるよ、あるよ、位置は完璧よ、あるよ、持ち上げてよ、頼むよ、あるよ、いけ、あるよ。おお、すごい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 、もう倍倍ようできとんな。何今の、この、え、今何時、今今まあこの1列やって、うん、16分、だから、まあ、16分、15分くらいでここやりきりましたね。間に合わないんじゃないですか、分かれないと。いや、これここだけで、ここだけで15分ですよね。めちゃめちゃありますよ。じゃあ一人ずつ行こうか。一人ずつ行こう。一人ずつ行って、もう実況とかもそんなせずに欲しいやつだけちょっとパパッと行こうか、うん、本当に終わんないかもしれないから、うん、また途中でちょっと状況報告しに行こうよ、うん、そうやね、行きましょう。はい、ということでポッキーチームもやっていこうと思います。だこれとかね、すごいよ。この扇風機をね、改造して作ってやったりして、シミチョコ、ここら辺でしょ。でも近場、近場、近場狙っていこう。そろそろ1個くらい取りたいな。どうだ、おー、取った、取った声してたけど、今取った数今表してるからゼロかい。うわ、これヤングドーナツいいやん。これこれミスタードーナツ唯一の脅威、ヤングドーナツ頼むよ。あ、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 やった、やった、初ゲッツ、え、取った、初ゲッツ、ヤングドーナツ。ははは、ナイスや、ちょっと嬉しい、いいよ、いいよ。え、意外と取れるのかもね、こんな感じで取ってったら。ここら辺結構キャラものの、あ、こういうフィギュア欲しい、フィギュアとか家にないから。初音ミクじゃん、初音ミクいいですよ。こんな今美少女になってんの初音ミクって。頼むよ、いいよ、悪くない悪くない。そっからまあ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 、なんかあと3回くらいやったらいけそうだけどな。でもちょっと先に進みます。さあこちらは、これも初音ミクかな、初音ミクだ、頼むよ。まあ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 、もういいです、こういうこと。でもこっちも行っちゃおう、で結果だけこうやって楽しむ、これがプロのやり方よね。ここまで来ました僕は、ついに OK。 でここも、うん、うーん、まあ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 、いいでしょう。でもこういうのってさ、結構みんなはさ、あの彼氏彼女と行くってなって、彼氏がこんな感じでイオホケットプレーしたらすげえ嫌だよね。一番嫌なプレーの仕方だよね、金とりあえず入れてどれが取れるかなとか言って。100年の恋も冷めるな、これは。いきます、焼きそばソースカツ。どうすんのこれ、これほら普通につかめそうやね。やっ、いってる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 、あー、惜しい。ちょっと待って、俺これゾーン飲みたいからさ、ゾーン飲みたいからゾーン欲しいんだけど。やばい、行かすから、来い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 、押せ押せ押せ。あー、ちょっとむずいな。あー、やめて、待て、ポッキー、
ポッキー、ポッキーやらんでいいの？え？ポッキーやるよ。何それ？ポッキー、何やろ、それ何それ、何それちゃうね。今忙しいからこっちで。ポッキーやっていいの？いいよ。いいんかい。いいよ、やっていいんや。ふっ、あ、ちょっと待って、これやったかも。やった可能性ある。はい、行きます。ちょっと待って、ポッキーは取った方がいいか。さすがに、さすがにポッキーは取った方がいいか。時間の配分むずいって、これ。ここでこんなに時間消費していいの？ほっ、来たじゃん。はい、行ったよ。はい、行ったよ。入っただけじゃダメなんだ。あれ、もう一回やろう、もう一回やろう。ちょっと待って、ポッキーを取りたいっす。鼻取ったよ。チキッ、なんでこれ。はい、中入れる、中入れるの上手くなってるって俺。あ、これどうすればいいんだろう。あ、いい、正解。はぁ、惜しい。はい、こっから、いけるよな。はぁ、いけない。ゲーちょっかいね。止まん、乗っていこう。なんで止まんねん。いいよ、いい、いいんじゃない。重すぎる、ポッキーが重すぎる。ちょっと待って、これ取れる。上に乗ってるやつを崩さないといけないんだろうけど。なんでこんな難しいの、これ。はい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 。止まっちゃうな。皆さんどうですか。いけいけ。皆さんどうですか。いや、このポッキーを取ろうと思ってんだけど、あー、取らないでしょ。え、めっちゃ取ってるやん。缶バッジいっぱい取りました。僕、俺もこれにイパコスが使った。え、本当に。いや、まあこの半分使った。いらん、いらん、そういうボケ。え、ポッキー取らなあかんかな。いや、いい、いらん、いらん、いらん。ここから進んでないってこと。進んでない、進んでない。いらん、いらん、そういうボケ。お前何やってんの、マジで。ずっとこれ高くなってる。俺めっちゃ効率化でやってたのに。いらん、そういうボケ。やっぱ待って待って、でも取りたいもん取らない。いらんって、何円かけたのこれに。もう分からん。お前マジで言ってる。もう分かりません。もう取れてないよ。どうするこれ。もうどうするこれ。これポッキーを取ってくれてんの。めっちゃ難しいんだ。次行こう。いやいやいや、お前マジか。もうやってないよ、その時間間で俺。いいいいいい、行くよ。もうダメだ。あれ、あれ楽しくやるやつじゃない。あいつポッキーに5000円かけたって言ってるから狂ってるよ、マジで。なんかやってんな。いいいい、違うって。そういう時間感でやってないんだって、こっちはもう。もういいんじゃね。終わらせる気ないだろ。グイーン、やったー。ダメだ、こいつと一緒にやるのダメかもしれん。検証系、あげろ。ありがとう。ということで、はい、ここの一角、はい、全部やりきりました。OK。 あれ良くないよ。いや、まあ、取りたいものを取るもんでしょ。もうそうだけど、うん、30分くらい使ったってことでしょ、そこに。うん、で、良くないよ、お前マジで。まあ、惜しかった。惜しかったじゃないって。惜しかった。わかりました、はい、まあちょっとやっていきましょう、続き々と。はい、はい、続きも。次はどうですか。とりあえず、お金どれくらい使った。あとこれだけ。俺ね、もう結構使って、もうこれで1万円だから、うん、もう9500円くらい使った。俺8000ぐらいかな、うん、8000だ、8000だ、これ2000円だもんね。はい、結構使いましたね、だからもう、はい、1万7000円ぐらいは使いました、うんうん、足りる。足りないかもしれない。じゃあお前のお前のポッキーだからね、足りない。ゲームで俺結構ね、うん、
狭い空間でこれだけしか持たないから。もうやるよ、続きやるよ。はい、すごいとこ見つけちゃったよね。めちゃめちゃあるわこれ。すごい、見てください。はい、キラキラね、キラキラ、夜の街って感じだね。そうだね夜の歌舞伎町ですこれが。はい、ということでこちらちょっと今からやっていこうと思います。でももう全部やっていこう。うん、はい、今からもう。しかもね、ちょっと見たら1回3プレイとかもあるから、うん、それが強敵ですね。だから早くやらないとね、これを。よし、で俺こっち側行くわ。で俺こっから行くよね。オッケー、はい、行こう。行きます。でこっからもう連続でやっていこう。ハム太郎さん、ハム太郎さんがいる。いけ、お、よいしょ、いいよ。はい、ナイスナイス。どうだ、ね、これサングラスあるぞ。あ、ここでサングラス、あ、サングラス取れた。おい、ちょっとね、新しいサングラスだ。あげたあげた、新しいサングラス、新しいサングラス、つけから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 、いやいや、大丈夫、目が痛い。かけれるか、無理に決まってる。俺かけるわ早せまだまだあるぞこれ。いいよ、乱獲してる。え、この列だけでこんだけ取れるんだ。あ、疲れた。え、もうあれ店員や、店員、え、店員さん、あれ？ん？店員の作業よ、あれは。どうしました？動作チェック。どうしました？動作チェックの方ですか？大丈夫ですか？どうですか？こっち、ちょっとこっち忙しいんで。あ、すいません、すいません。はい。疲れてきました。疲れてきました。でもそれで全部終わりです、やっと。終わった。制覇！やったー！ここ全部結構使ったよ。いや俺も結構使ったよ、多分8000円は使いましたね。ね、 いっぱいある、見ね。いやすごいよ。いいね、いいね、いいね。じゃあちょっと引き続きいきますか。はい、こっちということで、はい、男2人で深夜にプリクラに行きました。行きまおかしなってるとか言葉が深夜にプリクラに行きましたって行きましたまだ行ってないから。ここがプリクラコーナーです。プリクラ撮んの？はい、撮ります。なるほど、これも全部ね、試さなきゃいけないんで。あー、そうっす。じゃあどれでいく？どれで盛る？これでいいんじゃない？どれで盛る？いや、わからないよ、ね、俺そのプリクラの盛りとか、ね、どれで盛る？これでいいんじゃないですか？え、これでいいの？なんかこれもいいしね。お金入れなきゃ。あ、ここで入れんだ。後ろのカーテンに気をつけてね。後ろカーテン、おお、すごい。指ハート、ね、指ハートするぞ。どこ見んの？多分上のカメラだよ。ああ、どうだ？可愛すぎる。いいじゃん。おもろすぎるでしょ。可愛く見つめて、こうやって。小指でちょ。何？小指でちょ。ねえ、ねえ、え、すご？やば。いや俺のサングラスの上にサングラスやんな。マスクの上にマスクやんな。こっから出ます。初めてじゃん、2人でプリクラ、初プリクラ。ちょっとしんどいな。え、ちょっとしんどかったな。あ、出た。おお、見て見て、どう、すげえ、いいよ。え、めっちゃいいじゃんね。透明めっちゃいいじゃん。ちょっとね、はい、今ね時間を測定してみたらだいたいね20分ぐらいかかりました、うん、1回に、うん、ちょっとこれもやばいと。やばいね。キンプリにしましょう。はい、2人で、はい、1人ずつやります。嫌だよ俺もね、1人でプリから撮んのこうやって。そう、いや、ちゃんとポーズもねちゃんとやりつつ、時間ないから本当に。やばいじゃん、やばいじゃん、はい、もう行きましょう。俺これから行くよ、じゃあこっち行ってよ。あ、じゃあ OK、 分かった。すごい、キャノンのレンズ使ってます。キャノンって書いてある。
はい、いい感じ。愛嬌ポーズ楽しい。こんなんね、みんなと一緒にね、友達と行ったら楽しいだろうね、絶対ね。これペン、あ、ペンで書くか。よし、 OK、 完璧だ。印刷できたら店に行こう。あいつ驚くだろうな、多分。連続で撮影やって、カメラ見て。あ、来てる来てる。レン君できた。レイだ。気持ち悪いな。毎回お互いの気持ち書くんだと思って。うん、いや、恋人か。この解析つい。ということで、はい、全て撮れました。撮りました。こちらにあります。はい、これね、これ見てください。8台あるんですね。そうそう、この2枚はちょっとサングラスなしで。はい、ちょっと待って待って待って。誰これ、誰これ。僕です。え、映画版レンみたいな感じだ。ということで、はい、まだまだ続きがあるんで、うん、行きましょう。行きましょう。あー、あ、やられた。はい、やばい、危ねえ、やばーい。さあ、移動してきたら、うん、こんなものがありました。ね、豪華商品を当てよう。なるほど、1000円。そうなんです、1回1000円ということで。あ、でも結構、あ、これライトとかあるんだね。 Nintendo Switch ライトね、とか、まあ、Bluetooth イヤホンだった。いや、また、あの10番の福袋気になるな。確かに、でかいね。ね、ちょっと行きましょう。はい、これなんかね、手をかざしてくださいと書いてあって、ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず入れます。はい、かざすんじゃない。あ、これで、うん、行きます。はい、え、あ、なんかデレックスを落としてるよ。あ、出た、出てきた。あ、で、これで番号書いてあったら、うん、当たりなんだ。なるほど。鍵とかが入ってんじゃない、多分。まあ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 、まあ、そういうこともあると。まあ、1000円の価値ありますけど、可愛いからね。じゃあちょっと俺やってみようかな。これ俺ワンチャン来たじゃん。これもうずっと手だけ出しておこう。お、はい、来たよ。いいよ、頼むよ。よし、頼むよ、当ててよ。あ、かわいい、なんか…なんですか、それは。なんだろうね、これ。やる？もう一回やります。いや、でもスイッチライト当てたら全然戻るから。確かに、戻るからね。うん、行こう、待てよ。これね、意外と…さっと…これ、ね、見ない、そして頼むさ。え、めっちゃ重い、なんか重い。え、重い重い、来た来た来た。音も金属音する。確かにあるぞ。あれ、ちょっと待って、え、さっき、あれ、すげえ、お前別のやつでコンプリートして。え、いいなぁ、かわいいね、シルバニアファミリーみたいな。ちょっと座らせてくれるか。じゃあ俺最後一回やっとくわ。あー、もういいよ、どうぞどうぞ。俺座っとくわ、ここ一回。一回な。大丈夫か。あ、大丈夫、精神的に大丈夫か。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。はい、頼むぞ。こい、ね、来た。頼むぞ。ちょっとまず音確認ね。うん、音から。え、こう袋入ってないよ。え、これ当たったんじゃない。あるんじゃね。これまだ当たったんじゃない。いきます。あれ、あ、袋入ってないバージョンもあるんだよね。うまいね、商売が。じゃあよし、続きは大丈夫ですか。うん、最高だ、1000円ガチャ最高。待て待て、頑張れ頑張れ。
じゃあこれ行こう。ゴー順番に行こう。どうする、これめっちゃ多いじゃん。そうだね、入れる人と回す人やる。ああ、そうだね。じゃあちょっとライン入れる人やってくれるか。はい、はい、行きます。よし、行きます。はい、1個目。すげえぜ。え、待って、こっちもあるんじゃなかったっけ。そういえば、あ、マキさん、これはやばいぞ。よーし、やるぞ。え、全然10万足りやんやん。もう分からん。てか、まあ、やるぞ。え、全然足りやんよ。こんなに取りました。結構重量あるよ。あー、すごい。2巡目です。いきます。いくぞ。よし、いくぞ。いくぜ。UFO キャッチじゃないか、それ。深夜3時のコテコテのツッコミ、いいわ。いい、疲れてんねん、こっちも。でも取った？終わったー、終わったぜ。うぅ、よし、ちょっと限界です。俺、ゲームセンターからこんな人出てきたらやだもん。こんな人出てきたら、業者、買い占めたやつだもん。こんなやつ出てきたらすごい量だな。これはすごいですよ。ガシャポンありすぎで、総額どれくらい使ったんですか、ここで。5万円。5万。すごいよ、ガシャポンで5万。いやー、レン太っ腹だな。いや、俺の金なんかよ。そこまで続きやります。はい、狙わない方がいいんだよね。手前に多いところ行った方がいいよね。あー、そうなっちゃうんだ。今何時ですか。4時16分。やばい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 、早くしないと。4時間やってます。うん、まだまだあるよ。やばいってこれ。で、俺ポキなんかさ、ここら辺にあったなんかフィギュアとかあるやん。で、俺はなんかさっきお菓子エリア行こうかな。よし、いけ。まあ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 、そうよね。頼むよ、いけ、引っかかれ。あ、それでもいい、それでもいいと思えるくらいの今メンタルです。いけ。あー、さあ一回これもいくか。え、なんかこれいけそうじゃない。これだから爪引っ掛けんでしょう。いや、きついな。はい、惜しい、いけ、いけ、いけ。えー、惜しい。これいけそう、これいけそう。ちょっと待って、絶対いける、絶対いける。頼む頼む。よっしゃ、よし、これはすごい。え、すごくね。やべえ、日輪刀。嬉しい嬉しい。よし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 、いいいいよ。これ取れたのでかい。あ、パイ飲み、これパイ飲みちょっとやろう、順番に。いけ、いいよいいよいいよ。よし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 、素晴らしい、いいね。ナイさん、実は俺爆取り、爆取りしたの。めっちゃ取ってるやん。もう確かに、あの、振り入れながら、うおうわーとかめっちゃやってたもん。聞こえた、うん、めっちゃ聞こえてたということで、はい、ラスト残すところここだけということで、だから最後やりましょう、これやりましょう。最後はこのでかいやつらやりますか。もう順番にやってこう、でこう。もうなんもないよ。え、もうリアクションとかなんもないよ、もうなんもない。
もうお腹空いてきた。今お腹空いたなって思った。そうやそうよ。さあ、ミッキー。これは映せません。ミッキー。いけ。いや、取れそうにないな。あー、無理や。終わったー。終わりましたー。うわー、疲れた。ちょっとね、もう腰がえぐいっす。ちょっと疲労がすごいっす。疲労が、あれ、なんか、なんかやってるやつある。あれ、なんか最後に回すみたいなの置いといて、置いてるやつが測りますか、じゃあこの状態からパンチ、朝のパンチ、朝の8時にもうこのヘロヘロの状態で。うそ、いけいけいけ、朝パンチ、いいよ。なんか言え、なんか言え。私にもう一度力を。ということで無事、はいはい、終わりました。じゃあちょっと場所変えて結果発表しましょうか。はい、はい、ということで、はい、無事に終わることができました。はい、よかった。結果発表したいと思います。はい、いきますよ。いくらになったんですか。まずですね、はい、アーケードゲームを含む全ての UFO キャッチャーなどの台数が、合計368台ありました。多いな。そんなやったんか。だいぶ多いですね。そんなやったんか。俺たちだから1年1台やったらちょうどちょうど1年で回りきれるくらいの規模感で。でガチャ機がですね151台あるということで。おお、多かったもんね。はい、そちらも全部やりまして、はい、合計がですね、まず合計、はい、合計145,700円です。ワンプレイってことだよね。はい、あ、全てワンプレイした時の価格がこちらです。なるほど。でですね、僕たちは、はい、ちょっと調子に乗っちゃいまして、はい、取れるまでやっちゃったじゃないですか。まあそうですね。それでまあプラス4万円ほどいきまして、はい、え、182,400円使いました。ほぼ20。はい、そしてそれで取れたものが、はい、こちらになります。ありがとうございます。まあ、なんだけど、おーい、プリクラもね、あるからプリクラもなんですけど、はい、まあでも楽しかったよね。うまそうやね、結果的に、うん、まあ、プライスレスということでゲームセンターはだ、このなんかガチャガチャもいっぱいあるから、うん、開けるの楽しみよ、開けるの。そうだね、うん、ちょ、開ける動画も撮りたいですね、はい、いっぱいありますからこれ、はい、もうこんだけ。まあ一番お金かかったのは間違いなくあのポッキーの台なんで。いや、あとあとちゃんと請求させてもらって本当に、あれは本当に、いや、あれはさすがにポッキーさんとかやから。いやいやいや、ポッキーは取らないとゲームセンターではね、あったんだから。じゃあということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。帰りにゲーセンだけ寄って帰ろうか。いや、まだやるの、好きすぎやん、ゲームセンター。じゃあバイバイ、バイバイ、またね。